いや、普通に一入りするんだ。一入りするんだ。うん。あれあれ大きめのタヌキですよ。タヌキとカラス喧嘩してる。本当だよ。ほら。夜電気取り戻してから、ボーって。ボーって目光る時ある。タヌキが現れた。あ、やばい。レクサス、レクサス。あのレクサスはいつも止まってない。そうそう、あの行きますよっていう。いや、それはないだろ。いやいやいや、いやいや、ちょっとダメだって。あの、まあいいや、いいんだけど言わない。細かいことは言えないよ。俺が今打ってこれ打ってるシャフトは逆にこれが出るんだった。で、こないだ俺とここでドライバー打った時とまた違うの。それは改造するでしょ。宮下さんと一緒に飛距離じゃ嫌だもん。いや、あれでも負けてないですけどね。いや、宮下さんに10ヤード勝ったって全然、10、20勝ったって全然嬉しくないもん。なんか返してくださいよ。いや、まあ普通はそうなんだけどね。いや、ちょっと振らなすぎた、今年は。ちゃんとね、合わせの小暮れで有名だったもんね。そんな胸張ってティーショットしたの見たことないからね。今年、何、来年は胸張っていくの。あの、あれ、なんか今流行りのさ、なんかドカダボじゃないけど、あのちょっと打ち出し角高くして、うん、もうチュンチュンっていうのはもう やめたんだ。チュンって言って曲がったら意味ないもんな。いや、だからね、松山見て、スコア、うん、松山見て目が覚めたらしい。現場で見て。ちょっとね、あと打ち込みの量が足らなかった。スイング改造します。あの、今年1年なんかいろいろスイング改造します、スイング改造しますって結局スイング改造してなかったの。いや、違うしたけど失敗したの。あのそれどっちなの。ゴルフの悲しいところで道具が追いつかない。別にスコア、スイング作ったってスコアが出るとは限らないから。スイング綺麗だってスコアだって。いや、そうだよ。でしょ、うん、でもスイングの綺麗さを追い求めるじゃん。でも そこは外せないわけだろ。だってでも汚いよりは綺麗なんだけど、そこは出ないのも嫌だ。どうしよう。ちょっと変ですか。いや、スイング自体は別に変じゃない。綺麗にピタッとピタッと、どこ行ってもピタッっていう感じのあれだから、綺麗は綺麗よ。見た感じ、あ、この人やっぱゴルフうまいんだっていうスイングよ。でも見た目はね、ちょっと待って、ちょっと脇締めて。完璧ですよね、うん、いや、完璧じゃない。それドライバーの距離だけなんですよ。ドライバーの飛距離だけ。まあ、それはあの一生に一度いいシャフトといいヘッドに合うかどうかだから。だからお前がずっと V スチールのスプーンを10年間使い続けたみたいね。やっぱもうこれよりに勝てるもんはないっていうのがさ、やっぱあったわけじゃん。スプーンクリークは、うん、7番ウッドは、うん、それがドライバーが見つかってないわけじゃん。いや、本当は見つかってたんだけど浮気したわけじゃん。いや、浮気じゃなくて、だってもう V シールも限界ですって。あ、違う、スプーンとかじゃなくてドライバーに関して。あそこのさ、ぶっ飛んでた時あったじゃん。俺をバンタビ50ヤード置いてってた時。ゲロンディね。うん、まあまあ、もちろんもうカリッカリの、ガリッガリになったからもうちょっと体力なくなった。いや、その時もね、細かったですよ。いや、細くね。
腹出てたやん。いや実はね、あの気痩せするタイプ。気痩せするの。気痩せさえいるウエスト太いから。マジで、うん？マジで？ウエストだって俺あれですよ、82ですよ。あ、じゃあ俺と一緒だ。宮下さんのねウエストの締め方がちょっといまいちわからない。ギューってやるでしょ。なんでギュッと締まんなかったら、あのダラダラで、だあだから多分腹出るんだわ。いや俺締め付け嫌いなの。あのやっぱあのここでさジャージみんなジャージじゃん基本。そうです。だから締めてないじゃん。みんな。俺絶対にこうあのこういうズボンで来るじゃんスラックスで。で俺、ね、締めるとだって苦しいじゃないですか。これいいでしょ。いやもうあのシーズンオフの球筋は見てない、スイングだけしか見てない。スイング作りってそんなもんでしょ。スイング作りした時はやっぱ球の曲がりを計算しちゃダメだから。ああやっぱりそりゃそうでしょ。とことんスイング改造しない、中途半端にやるからみんな中途半端で終わるわけでしょ。いやだからさ、人のこと言えないから。いや俺はスイング改造だから言ってんじゃん昔から、俺はスイング改造しようと思わないって。えじゃあ絶対インパクトが取れるだけでいいんだから俺は。絶対インパクト、うん、1ミリのインパクトを狂わさないように打つ打ち方だけだから。小暮はだって綺麗さを求めるから、うん、おビューティーちょっとこうなってるから。アクチャレッスンはちょっと、いやだから、いやスイング改造してるんだったら球筋なんか二の次だよ。いやいやいや、え待って、僕は球筋を打つためにスイングを変えるから俺は。え違う、だから球筋を変えるってことですよ、スイング改造ってことは。え違う、え、あ、分かんないよ俺球筋は。いや俺分かんない、人それぞれでしょ。でも基本だってみんなスイング改造って言って失敗する人がほとんどじゃん。言い過ぎじゃない、言い過ぎ。だから基本それで失敗するじゃんみんな。ドローヒッターがフェードにしようとしてミスったりとかさ、やっぱ自分の形は持ちながらの。だから僕はドロー、まあ、うん、ナイスフェード。これね、テクチーいきましょうよ。チャンキムが取ってるからなってお前それ。チャンキムとチャンキムとヘッドスピードどれだけ違うと思ってんだよ。じゃあチャンキムの中雑誌見たら、だからこのタングステン、これがなくなってるの見てよね、リュータもなかったでしょ。これどうやって取れるんだろうな、これ。見た目取れないけどな。いや、それトリッキーじゃない。だからほじくっちゃおうかなと思って、これタン。だってあれないよと思ってさ、特注なのかな。気になっちゃって、俺取りたくなっちゃって。それはピンの人に聞かなきゃ分かんねえよ。行きましょうか、うん、スピード速すぎて壊れただけ。取れちゃったみたいな。取れちゃうぐらい振らなきゃいけない。今どうですか、振りはいい、振りはいいよ。僕のやつ座って解説してくださいよ。あのどんな球だとか解説わかんない。解説、僕のあのちょっと待って、あーっていうかそれが普通だからね。お前ジャンボさんに勝ち上げてください、勝ち上げてくださいって言ってるけど、お前今のスイングで普通だからね。今すんげえ勝ち上げたんだろ。自分の中で全然勝ち上げてない、普通だから。あのね、なんか昔のタイガーウッズの画像見てたら背中にブシャってしたからパカーンって、それ真似しようかな。みんな背中当たってたよね。だから寒いから違う、コース行ってもうあの今年1年ちょんちょんやってたから、あのシャフトが背中当たんなくなってる。コース行ったらさ、もうこんなんだから置いてくだろそりゃ。いやいや今のはちょっと大げさ。今みたいに打てばだってフェアウェイ取れるじゃん。いやそれが取れない。もうさ、くだらない会話やめません。いやだから背中に当てるね。青T 専用の背中に当てる。こう、うん、それでやっとちょっと帽子が動いたじゃん。小暮の振った時の帽子が動くやつでやっと出てきたじゃん。今年一回も見てないから俺。
でいつものパターンだとお前今振ったろって、いや全然振ってませんって、直美さんみたいなこと言う悲しいよし、ちょっと背中にぶち捻転をして、うん、てか自分の画像を今見たいんですけど後で見ろよ思ったよりじゃなかったりして、でもこれさっきより良くなりましたね、確実に。まあ、あれだけ振ってっからな。はい、ちょっとやっぱバランス上げた方が、うんうんうん、取った、はい。